いずれにしても仮に法令違反があったと認められた場合には職員の処分を含め厳正に対処したいと考えています。厚生労働省としては国民の皆様に対して必要な追加給付を行うとともに、統計に関する姿勢を正し、同時に今般の事案に関する調査結果を踏まえ、こうした事案を二度と起こさないよう徹底した再発防止策を講じてまいります。現在今回の事案について、過去の経緯と原因について、統計の専門家や弁護士などの有識者で構成される特別委員会、これにおいて徹底した解明を行っていただいており、関係職員の処分なども含めてしかるべく対応してまいりたいと思います。また私の責任については追加給付をしっかりとお支払いするとともに、徹底した検証に基づいて再発防止に全力を尽くすことで果たしていきたいと思います。いずれにしても仮に法令違反があったと認められた場合には職員の処分を含め厳正に対処したいと考えています。